いつものことだけど、カカシ先生遅いわね。ああ。でも、今日はナルトも遅れてる。これはひょっとして、二人だけのロマンチックタイム。シャンナロー。サスケくん？飛び込みの任務で赤ヶ原に行ってくるからさ、カカシ先生が来るまでに片付けてくっからよろしく。そっちはトラップ源だから。ごめん、見てない、信じない。ま、霧で何も見えなかったからね。カカシ先生、おせえってばよ。いやごめんごめん、今日は、そうだな、愛という迷宮に取り残されちゃって。はい、うそ。アトン、高火球の術。しっかりしろ。げ、サスケ。立派なのは口先だけかよ。お湯だ。先生。どう。あんな奴に、俺は。そう。何吹いてんのよ、あんた。こいつかなりのバカでして。ちょっとそこ、何してる。なんかこのハマルが学級新聞の取材とか言ってんですけど。あ、そういえばおかげさまからそんな話を聞いてたの忘れてた。おいおい、これからサスケくんと5日間のサバイバルなのよ。帰るわけないじゃないのよ。して奴らを塔で待つとするか。早い奴らはそろそろクリアするプログラムだからね。このハンマーク完成。吐き出させてやるってばよ。影分身の術だ。やっちゃった。いい、そうだ。死の熱きメッセージを。こっち行け、技。よーし、お前ら分かってるよな。これはコロハと音の戦いだぜ。しっかりしなさいよ、リー。お前ってば、ギジマイル。ナルト、ピーさんの失礼なことを言うんじゃない。